Hello. Let's continue where we left off. What chapter are we? 3? Oh. Investigate for Sanan. Don't know. I'm not sure what's gonna happen after this. I can't remember. Dude, you really want to spoil that? My gosh, that's terminology. Let's go, says as a resident. Wait, what is a quick save? Huh, let me check. Put out my phone. Quick save is A. Loading is S. Quick load. Okay. Yes. Yeah. I won't do this one. Sounds like it'll be in this one. Sanan! Masaka kimi ni mitsukaru to wa ne. Shoujiki yosou shite imasen deshita yo. Yukimura-kun, soko ni iru no desho? Dete kinasai. つもりはありませんよ。夜中に怪しい人影を見かけたら気にかかるのは当然でしょうしね。ええ、ありました。というより、ようやく決心できたと。 幕府の密使を受けて作った薬です。 もともと西洋から渡来したものだそうですよ。 人体に劇的な変化をもたらす秘薬としてね。 楽
単純な表現をすると筋力や自己治癒力の増強でしょうか。しかしこの薬には致命的な欠陥がありました。強すぎる薬の効能が人の精神を狂わすに至ったのです。薬を飲んだ人間がどうなったか。君は察しがいいですね。そう、あの時の大使たちですよ。Sanan, speak up! You've been waiting up, right? Kusuri を与えられた彼らは理性を失い、血に狂う化け物となり果てました。切り合いの最中、血が流れるたびに狂っていては、強靭な肉体を手に入れた意味がありません。行動さんは新選組という実験場でこの薬の改良を行っていたのですよ。しかし残念ながら彼は行方不明となり、薬の研究は中断されてしまいました。行動さんが残した資料をもとにして私なりに手を加えたものがこれです。その原液をできる限り薄めてあります。あ、Chizuru、誰にも試していないものですから。ですが飲めば私の腕は治ります。こんなものにでも頼らなければ私の腕は治らないのですよ。私はもはや用済みとなった人間です。普通の大使まで陰口を叩いているのは知っています。あなたにはわからないでしょうね。大いなる志を持って同志と共に江戸から登ってきたというのに、何の役にも立てぬままお情けで重職を与えられている私の気持ちなど、剣客としてもこの新選組に必要なのですよ。剣客として死に、ただ生きた屍になれというのであれば、人としても失敗すると決まったわけではありません。そう分の悪い賭けではありませんよ。東堂君あたりは落胆するかもしれませんね。彼は人がいいですから。もし私が死んだら東堂君によろしく伝えてください。君にまで同情されるとは、私も落ちたものです。
やりなさいと言っているんです。 やらなければ君が死ぬのです。この場にたまたま居合わせただけの君にそんな役割を申し付けて申し訳ないとは思いますが、 Okay, Chizuru's talking, right? Sanan-san. Doite kureru? あの薬を飲んだ直後って内臓を握りつぶされるぐらい苦しいらしいんだ。多分最初の衝撃に耐えかねて気を失っちゃったんだろうね。
demo, Hontono Kurishimiwa, Korekaran and Dakarne, Sanan San Yamada Shindemora Wakini Ikanaika Gambate Moranaka. サンナンさんから聞いたの。君は薬をここに持ち込んだ人の娘だし、狂った大使とも実際に会ってるし、少しぐらいなら聞かせてあげてもいいかな。本当なら殺しちゃいたいところだけど。 薬のことについて何か質問ある？一つくらいなら答えてあげるけど、僕たちの役目は今日を騒がせる不貞浪士を取り締まることだけど、簡単な仕事じゃないっていうことぐらい君にだってわかるよね。 今日に来たばかりの頃はとにかく人手が足りなくてね、僕たちの名前なんて全然知られてないし、給金だって満足に出なかったからさ、入隊希望者なんてめったにいないし、たまに来ても得体の知れないごろつきばっかり。そんな時幕府の人が薬の実験を持ちかけてきたんだ。 もちろん彼らも承知の上だよ。新選組にはね、極中法度っていうのがあるんだ。隊をまとめるための決まりみたいなものなんだけど、それに背くと即切腹を申し付けられる。潜伏？あれ、何驚いてるの？ 武士の責任の取り方って言えば切腹しかないじゃない。でもまあどうせ死んじゃうんだし、最後にもう一度役に立ってもらった方がいいでしょ。だから切腹するか薬を飲むか、かわいそうだよね。 本当に簡単に強くなれる薬があれば便利だよね。実際は全然大したことなかったんだけど、僕たちでも簡単に切っちゃえるぐらい。 サンナンさんはこれからどうなるんだろうね。みんな安心してくれ、峠は越えたようだよ。でどうなんだ、サンナンさんの様子は。 今はまだ寝てる。静かなものだよ。今までの大使たちみてえになっちまってるのか、それとも。
確かなことは目を覚ますまでわからんね。見た目は昨日までと変わらないんだが。おはようございます皆さん、ご機嫌いかがかしら。うげ伊藤さん。うげとはご挨拶ですのね。皆さんお顔の色が優れない様子ですけど。そりゃ朝っぱらからあんたの顔を見たせいに決まってるだろうが。まあ長倉くんったら冗談がお上手ですこと。皆さんの顔色がよろしくないのはもしかして昨晩の騒ぎと関わりがあるのかしら。あ、いや、そのよし、ごまかせ。その、あ、俺か。実は昨日大根役者は出しゃばらないでくれるかな。そういうのだったらもっと得意な人がいるじゃない。伊藤参謀がお察しの通り、昨晩豚所内にて事件が発生しました。まあ、事件ですって？はい。ですが我々もまだ全容を把握できてはいない状況です。今の時点での説明は余計な誤解を招くばかりかと。ですので今夜にでも場を設け、詳しくお伝えさせていただきたく存じます。そういうことですな。事情は分かりましたよ。今夜のお呼ばれ、心待ちにしていますわ。では、ごめん遊ばせ。なんとか見逃してもらえたみたいだね。伊藤さんはなんだかんだで頭が回る人だから。幹部が勢ぞろいしてる場に、三男さんだけいねえんだ。あの人絡みで何かあったってことぐらい、すぐ感づくだろ。そんな化け物を見るような目で見られても困りますよ。三男さん、起きてていいのかい？少し気だるいですがね。これも薬の副作用でしょう。あの薬を飲んでしまうと昼間動くことが困難になりますから。私はもう人ではありません。いや、三男君、君が生きていてくれてよかった。我々はそれだけで十分だと思う。それで腕の方はどうなんです？治ったんですか？まだ本調子ではありませんからね。自分でもよくわからないのですが。治っているようですね。少なくとも不便がない程度には。あの薬を飲んだってことは昼間動けねえようになっちまったんだろう。それなのにタイムに参加なんてできるのか？解決策はあります。私が死んだことにすればいい。な、これから私は薬の成功例として羅刹を束ねていこうと思っています。羅刹 first。 サンナさん、それ本気で言ってるのか？あんた自分が何を言ってるのか分かってるのかよ。分かっていますとも。長倉君、君こそ忘れたのですか？我々は薬の存在を伏せるよう幕府から命じられているのですよ。私が死んだことにすれば今までのように薬の存在を隠し通すことができる。それにもし薬の持つ副作用を消すことができるのだとすれば、それを使わない手はないでしょう。薬
薬の実験は幕府からのお達しでもあるしな。そうするしかないか。まあ、三男さんが自分で選んだ道ですし、止めたって聞く人じゃないですよね。よくわかっていますね。その通りですよ。トンショ移転の話、冗談じゃ済まされなくなった。三男さんの伊藤派の目から隠すには広いトンショが必要だ。ここじゃ狭すぎる。同意します。薬の研究を続けるのであればなおのこと移転を急ぐべきかと。よし、ろくに寝てねえとこ悪いが、話し合いを始めさせてもらうぜ。雪村、お前は部屋に戻っても。ろくに寝てねえだ。ああ、いいベスペ、そろそろたくさんの。あの、up here then. It's a good spot. Ugh. Oh. June, thank you for watching, you guys. Until next time. Thank you for reading. Thank you for watching.